んにちは。ちょっと今日は少しだけなんですけど、30分ぐらい。こんにちは。ちょっとかゆい、なんかここら辺が。お、新人第3位って昨日6位だったの。やっぱりさ、これあれなんだね、あれが大事だね。あのマシュマロの数だよね、この新人戦のやつは。いかにマシュマロを。こんにちは。今は106567ポイント、ありがとうございます。今日は30分だけしますね。うん、夜は今夕方、夜はよくわかりません。こんにちは。レインボースターはどうなんだろう、加算されるのかな、ちょっとよくわかんないです。こんにちは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 。ちょっと今日はね、少しだけメイクしてみた。あんまがっつりじゃない。なんかめっちゃナチュラルにメイクしてみた。こんにちは。なんかめっちゃね、なんか今日めっちゃ顔が嫌だ。なんかここのね、私なんか顔にお肉がつきやすくて、結構顔がでよくて、こここのフェイスラインにしたいんだよね。ね、細いこと。まあね、加工でどうにかなるんです加工でどうにかなるもんだから。コンサートの時にね、その加工がね、頼りにならなくなる、ならないから。こんにちは。
ちは。うん、なんかシェーディングしようかな。ちょっと冷まってて。シェーディングをしてみたいと思います。今なんか使ってる私のシェーディングの量が結構薄くて、茶色の方がやっぱり、これをここら辺に変わったかな。なんか一回ね、もう大胆に描いちゃった方がいいんです。ふん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 、これは私が最近やってるのはこうやってふん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 、ここのシュって口をくぼました時に、あのここがへこむところにシェーディングをつけると、ふん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 、うんうんうん、こうしてここ変えたんです。ここをぼかすと、ここをね、ちょっといい感じになんないかな。ちょっとつけすぎちゃったかもな。ここをね、おう、ライトがなんかちょっと怖い。やっぱコンサートの時とかがっつりさ、シェーディングでしちゃった方がいいよね。鏡がめっちゃライト代わり。今度かな、痩せてみる、今さっきに比べて。結構あんま変わんないかな。なんかね、意味があるのか分かんない。なんかね、ちゃんとできてるのかできてないのか。なんかだからさ、分かんないよね。分かんないです。ちょっとパウダーつけとこうな、結構黒い。シェーディングはね、まあいっか。諦めモード。初めてお話し会の券購入したよって。でも終わっちゃったかな、お話し会。そう、ありがとうございます。お話し会こんにちは。ちょっとさ、25分ぐらいだったら誰か教えてくれない？もしその時まで行ってなんか25分教えてくださる方いたら25分になったら、
こんにちは。うん、みっちマシュマロを集めてますので、ぜひよろしければこんにちは。今日何かあったかな。でも今日はいつもより早めに起きて学校に行く準備をしたんですよ。そう、早めに起きていつも学校に早く行くかと思って、普通に8時くらいに家出るかと思ってたら、全然ね、めっちゃ遅くなっちゃった。なんかいつもは結構遅いんですよ、家出るの。だからいつもにね、15分20分ぐらい早く出ようって思って早起きしたのに、いつも7時半に起きるのに7時ぐらいに起きて、7時に起きたの、7時前に起きて、そうで、そっから早く準備して早く行こうと思ったら、まさかのね、そうなの、まさかのね、ちょっとめっちゃいつも通り、そう、今日は30分だけど、今日は朝しなかった。そうだから本当は朝早く配信もしたいなと思ってたから早く起きたのね、ちょっといつもより。なのに全然ショールームもしなかったし、マジでね、おはようがね、朝やば、落ちた朝ね、もうね、登板するものがないのよ、こちらとしても。もう写真切れです、非常に写真切れなので、ちょっとね、しばしお待ちをください。ちょっと待っててね、なんかその写真がないんよね。写真がなくて、だからね、早急に取り来た。もうなんか少しなんか、なんだろう、外出るぐらいでももしかしたらこのままご飯行くかもしれないかと思って、ちょっと軽く化粧したりはねするんだよ最近。いや、もしかしたらね、めっちゃ普通に遊び行ったけど、いや、もしかしたら撮れることがあるかもしれないじゃん。なんか撮れる、なんかここら辺の壁とか白壁とかでさ、いや、もしかしたら撮れるかもしれないじゃんっていう。そうそう、だから握手会終わったら JK、 そうなのよ、私そうなんです。しかも公演の時とか、じゃあユニット、パジャドラとかでユニットの衣装取ればいいじゃんってなるかもしれないけど、私ね、もう着替えるのがすごく遅いのよ。もうなんか一人ゆっくり着替えてるから、そんな取れないの、時間がなくて。そう、取れなくて、そう頑張ってね、私が早く言えればいいんだけどね。ちょっと今度前髪ガッチガチでいこうかな。なんかさ、結構汗かいてさ、前髪パラパラになるの、ケープしてても。
もガッチガチでさ、結構さくるみさんみたいにガッチガチにしてさ、でも私もね結構中1の時ね、マジで私中1が結構前髪ガチ勢なのね。そう中1めっちゃ前髪ガチ勢だったから、本当にもうケープ大量にかけてたっぷりかけてたね。でしかもその頃はなんかあの今はちょっと つけるとあらっとなるんだけど、ピッタマスクってさ覚えてる？みんなピッタマスクっていうマスクが流行ってたじゃないですか、その一時期。そう前髪命だったのよ。だからめっちゃかけてて、そうしかも私なんか中1の頃前髪結構練りやすかったの。結構練りやすい前髪とか、まあ、髪もちょっとね練りやすくて、マスクしてたらもうその蒸気なんかこの こもってるやつでうねうねってなったんです、前髪が。だからそれも嫌だったから普通にもうめっちゃこうやってスプレーかけていってて、そうでしかも普通の紙マスクとかだったら蒸気でわわってなるから、あの蒸気でわわなるから、なんて言うんだろう、あのあれです、あそうだからピッタマスクをつけるとなんかその蒸気のうわわが軽減されて、そう軽減されてたのよ。そうそう軽減されたから、まあ、今なんかさピッタマスクってあんまさちょっとみたいなさちょっと偏見持たれがちだからし、今は最近売ってないじゃんそんなに、もう流行り終わったから。そうそうそう、だからつけてないんだけど、今はねなんか意外と治りましたね前髪のくせ毛は。まあ冬だからっていうのもあるんだよね、冬はね結構ね。そんな感じです。あ今は113,344ポイント、ありがとうございます。そう冬はそうなんかあんまうねることがない、汗もかかないし、なんかそう雨とか結構私にとっては天敵でしたね、雨は敵。そうでも結構前髪やっぱりあのガチ勢だったから、うん、あありがとう、ありがとうございます。誰だ、ヒチキッティチョジェツオジェさん、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。そう湿度、湿度だ、湿度とかね結構そうなんですよね、なったりするんです。なんかマスクをつけてたらね、そうだからでもマスクつけてたらうねうねになるんだけど、まあ、マスクつけてなかったら別にうねうねになんないの。でも雨の日はマスクつけててもうねうねになるのね、なんかパヤパヤになってうねになるからめっちゃ汚い前髪になっちゃって、そうだから結局ね、まあ、シュバルブになったのかしら。ちょっと今ホワイトデーフェスでマシュマロ詰めてるんで
こんばん、こんにちは。コンサートに部屋少し入りそうで、まあコンサートは室内だから結局いいんですよ。あとね8分ぐらい。こんにちは。で今木曜日だから全然いい感じ、私のペース的には1日2万いけばいいよかったから、普通に単純計算でいくとね。だから今横浜8万いってたら全然いいんだけど、もうねありがたいことに11万。ゆるんくらげさんありがとうございます。マシュマロは焼いたのが好き。でも焼いたのが美味しいと思う。普通にマシュマロ食べるのも美味しいけど、私は焼くの好き。なんかマシュマロをフレン、なんかマシュマロパンって言ってフレンチトーストのようにマシュマロを置いてそれをソースでチ焼くのが美味しいんだけど、そう、それが美味しいんだけどね。あの焼いたの方がなんかトロトロだしね。そんな感じです。次の今何万ポイントですっていうのが出たら終わろうかな。こんにちは。疲れた、なんか25分だよ。もう終わっちゃうか、そろそろ。じゃあそろそろの、ありがとうございます。私が忘れてたら25分になったら教えてっていうの私が忘れてた。終わりますか。13位、三角さんありがとうございます。12位、カズさんありがとうございます。11位、ピシさんありがとうございます。10位ゲントルさんありがとうございます。9位ゴーくんさんありがとうございます。8位 YK さんありがとうございます。7位おたまちゃんさんありがとうございます。6位ミルンカラゲさんありがとうございます。5位やすひろさんありがとうございます。4位ハッピーさんありがとうございます。3位、あ変わっちゃった、めっちゃ、はいはい。13位、カズさんありがとうございます。12位、ペシさんありがとうございます。11位、ゲントルさんありがとうございます。10位ゴーくんさんありがとうございます。9位 YK さんありがとうございます。8位おたまちゃんさんありがとうございます。7位やすひろさんありがとうございます。6位ポテチーさんありがとうございます。5位ハッピーさんありがとうございます。4位ちゃんとくさんありがとうございます。3位 HKT 超絶王子さんありがとうございます。2位ウィルンクラゲさんありがとうございます。1位あおいちゃんさんありがとうございます。
ありがとうございました。ありがとうございました。短い時間でしたが、明日もあんまできないかもしれないから、もしかしたら。ありがとうございました。